カラブさん、ありがとうございます。ズイエズイ、ヒーヤ、ありがとうございます、ヒーヤ。ズイエズイ、ヒーヤ。皆さんこんばんは。こいつむずすぎ。スーパーもう一個持っとく。危ねえ。やりまっか。ゆっくりでいいって感じだな。タイムアタックモードってなんかできたよね、確かこのゲーム。タイムアタックモードどうやんだっけ。
ゲームをクリアしたセーブファイルを選択し、ゲームスタートが表示されている状態で、上左右下。やってみよっか、じゃあ。おお。びっくりした。セーブデータは消えてしまいます。よろしいですか？はい。ちゃうの。違うのかな。つくつとなったね。始めていきましょう。おいおい、リセットだわ。こんな、さすがに。信じらんないんだけど、あそこで被弾しまくるの。今日さ、暑いだろ。スリッパ履いてたんだけど、スリッパいらないね。ジミネさん、ゼロミサイル、ゼロミサイル、Yes A lot of Nothing missiles Good evening thank you Thank you for your comments 通せればいいかなみたいな感じですね。キチさん、レードありがとうございます。ちょっと手開かないかも、シャドウができないかもしれません。橋、お疲れ様でした。キチさん、ミケスさん、こんばんは。ゼロミッションやってます。このゲーム知ってます？キチさん、 GBA 世代だったからわかると思います。静香さん、こんばんは。ミカルさん、こんばんは。ありがとうございます。すげえすげえ、なんだそのえ、ほんとごめんね。終わりましたよ、これ。なんでひどいの、これ。そうか、初めて見た。ありがとうございます。あ、ウィリーさん、こんばんは。マジでダメだったんだ、あれ。ピッチさんは今日はアイザックやってましたね。ぜひフォローしてください。ジダラクと申します。メトロイドフュージョン走ってるんですけど、ちょっとね、昨日ゼロミッション走れるようになったんでやってます。これね、賭けないっす。乱数がないんですよ、あんまり。俺の技術とかに依存しちゃう賭けならあるんだけど。終わった後に体温で賭け合ってますよ。だいたい1時間で終わるんで、エンディング見ながら体温で賭けするみたいな感じなんで、50分経ったら見に来てください。本物の賭けってやつを見せてあげますよ。さ、タイムの小数点第2、確かにフェアですね、それ。助かる。さすがミカエルさん。フュージョンとゼロミッションはフュージョンの方が早い。言おうとした？タイムの小数点ね。それいいね。なんか、
遅いぜ。さっきジャンプが良かったんだけどな、ここ。ちょっと遅らせるのが決まった。あ、ベアラさんこんばんは。そうっすね、モデレーターの方とかでやれる方いたらやってもいいんじゃなかろうか。30分だからな、確かにずっと終わる間際ぐらいまで。そう、あ、まあめっちゃ切るっす。あ、ムジラありがとうございます。僕のディスコードのアイコンってムジラの仮面のクリミアさんの抱いてくれる、あのハグしてくれる画像になってるんですけど、それを撮り直すというイベントです。嘘だろお前、ふざけんな。それやるか。スーさんこんばんは。第2位、数点。素数点第2位ってなんて言えばいいんだ。セカンドデミデシマルベース、デシマルセカンドでいくか。全然開始できないんだけど、このゲーム汗かいて。ちょうどよし、91さんの、はい、掛け開始しました。あれ見るか。ありがとうございます。さすがミカエルさん。危ないって。よし、回すか。いらねえな、これは。薬が、こいつうまいな。あいつ中に人入ってる。中に人入ってるそうです。水。レイドハルティのやつ。ああ、なるほど。ここでさ、今日、イカ明太ってやつ食ったんですけど、マジで生臭えな、コップが。ビビったわ。頑張ります。ブルタンさんこんばんは。恐怖の世界ありがとうございます。僕のカメラも変えられます。10分間これです。掛け合ってます。クリアタイムの小数点第2位が偶数か奇数かです。何の作品も出ないので平等ですね。ミカエルさん、ハツさん、さすがビップだ。また雲とあります。なんか始まるのが遅いんで、
それを選んでたんですけど、2、3回撃つのをミスってしまう。緑の家のとこ結構いいでしょこれ。口とかもちゃんとね、あと俺のシワが見えない。研究によると91は奇数と言われてます。私初という。あー、丸パクリスペクトね。丸パクリスペクト、いい言葉じゃないですか。最初のね、ちょっと敵、目玉のムカデの敵がいるんですけど、あいつを倒すのがね、結構苦戦してますね、今。小数点台にはマジでフェアですね。誰も作為性ないしな。開始、ゼロ見開始、オールイン、ありがとうございます。恐ろしいわ、つぼみが恐ろしいぞ。信じられないわ。マジっすか、あんなに難しい、あそこの壁ジャンプ。ロスりましたね。ロスローリアって感じでしたね。ここはね、難しいです。頑張らないと。むずいんですよここの虫がね、マジでむずい、本当にむずい。きついかな、マイナスは。チェス始まりますね。ハマってないやん。ポテンシャル、ポテンシャル、ミカエさん来た。ゴールド、おお。スーさん、賭けが来ると叫ぶ男、スー CS トラックも。今日は、ゲンネコさんこんばんは。グッドラックありがとうございます。頑張ります。今日はあったかいっすね。今週は天気が崩れるようですが、天気が崩れるのはマジでよしてほしいっすね。最近はね、YouTube ショーツの馬車山という人をよく見てます。ね、だいぶあったかいっすね、本当に。ダグラスという、芸人をやってたみたいですけど、戸川さん、バシャムさん本当に面白いんでね、興味ある方はぜひぜひ見た方がいいと思いますよ。 YouTube スロット見てるから、若者のノリじゃないや、流行も大丈夫だろうとか思ってたことあるけど、そんなことないな。今日リドなんですけど、新井さんこんばんは。かなり I learned ゼロミスアイス。Is it happy to me? 二度はやべえ。ここね。あ、掛け合ってます。よろしくお願いします。二度はやばいな。東北？
日本っすよね。こっからこっから頑張ろう頑張ろう。深呼吸深呼吸。ああ、猫身上になってしまいました。失礼いたしました。痛みという土地で生活してないのでレッドだと暖かいと表現した。 I'm proud of your improvement. Thank you. おもろいなこのゲーム。実際やってみるとなるべくクリアしたいが、あ、そうそう、守護主義くんのラジオが今日あるんだけど、それにみんな参加してほしいなと思ったけど、急すぎるか。参加企画なんで今日、おもろいっすよ。北見ってあれだな、玉ねぎが、モスバーガーに入ってる玉ねぎが北見のやつあるな。今日写真です。ほどでもない写真という企画やってまして、もしよかったら URL なんて入れちゃって大丈夫です。あの Twitter の URL でもフォームでもいいんで、いいなと思って撮ったはいいものの、別にネットに上げるまでもないなって思った写真を送ってみんなで罵り合うっていうイベント、大あのすごい人気のイベントなんで、ちょっとね、みんなぜひやってほしい。一人4つまでですけど、たまにあるじゃないですか、なんかそのめちゃくちゃくだらないこと書いてあるレシートみたいな、そういう話ですけど、本当にね、ほどでもない写真は面白いので、ぜひぜひみんなにやってみていただきたいなと思うわけです。危ない、おしゃぜひ。ちなみにこれは Wii U のバーチャルコンソールでやってます。GBA とか改造したいよね。クソだろ。ナイス。これはもう痛いわ。はい、なし。難しいんですわ。降りなくてもいい。ケンタ食堂です。ケンタ食堂も見てるな、YouTube。今、それの YouTube ショーツとかあります？スイッチで何の話してんの？覚えた。うそ。これだと思った。これはロスですね。
モスローリアンって感じです。ファイジの真似しない。終わった人かな、違うわ。危ない、何やってんだか、やばいっすね。ロスしたね、ロスローリアンだねこれはね。めっちゃ面白そうだな、それ。2発ぐらいいけるらしいんだよね、あれ。次がね、虫が出てくるんで虫苦手な人はすいません。ハイジの真似するチャンネル気になる、めちゃくちゃ。金に冷えて上がる。のマネリオリチャンネル、ここはね、なかなかなんですよ。ここ難しいんですよ。ゲームスピードが速すぎて、速くてですね、ゲームスピが。ゲームスピがめっちゃ速いんですよ。ゲームスパじゃないですよ。ゲームスピがめっちゃ速くてね。むずいですね。面白いです。ただ、スイッチって持ってましたっけ、スイッチさん。おもろいんで、ぜひ遊んでもらいたい。もし来たらね、オンライン。あんまスイッチやってるイメージないんだよな。スミソが手に入ります。スミソです。スーパーミサイル略してスミソ。やばいっすね。これ難しいんじゃない？大丈夫？いける？いけるようです。Lボタンで切り替えるようにしてる。やばいやばいやばい。ヒロミッションです。リュウキさんこんばんは。死にそう。死にそうでやだ。こっからね、死なないようにするために頑張るんですが。あ、ダメなんだ俺。食らうんですね。29だと。終わりました。あれダメなんだ。無理しちゃいけないな、そこ。終わってしまいました。一応賭けやってますんで、よろしければ、どうぞ。このゲームむずいな。あれダメなんだね。
あ、10分出たら、10分経ってたら、あの、もう一回チャレンチャ、あの、チャンネルポイント交換できますんで、それで解けますね。コミュニティチャレンジありがとうございます。そういや、俺、緑やった。自分のね、配信画面見ないんですよね。やってるとき。早く、うまく打てると、あのように、素通りができるんですが。このゲームむずくね？ふざけんなよ。エニーパーセントやるなって話ではある。タイマタコードってどうなんだろうね。セーブとかないのかな。あ、ここのでもあれか、タイムアタックモードの記録が公式で使える記録だったの多分。食らうんだね、あれ。あそこのビーム、ガドラのビーム痛いわ。うまくいってたんにね、いろいろ。なんで太陽が熱い。クリアできたらいいな。昨日2回クリアできたのに、すんなり2回クリアできたの奇跡。あ、いいよ、消す。短いからだと思うんだけど、本当に難しいな、そこ。ありすぎ。Thank you, sir. Good luck, thank you. おいおい打ち切れてなかった。Please call your point. このギャンボ。12とかじゃない。あ、Thank you。むずいんだこのゲーム。ナイス。無敵時間短いし、なんか知らんけど。Thank you. How does it sound? Thank you, good luck, have fun.やられた時にしごしごのあれ当ててよかったね。
なのくだらない写真を見たいんだ俺は。ここさむずいわ。なんでこんなむずいの。そういえば最近は湿気が強いからね、マシュマロ干してるんだけど全然カラカラにならなくて。ダメでさ、干しマシュマロにならないっすよ。守護主義。これね、面白い企画なんで、ぜひ投稿してみてください。大丈夫だったか分からないな、さっきので。できるとちょっと早い。マスよくあったけど、これはリッパーっていうカメみたいなキャラクターがどこにいるかによってちょっと速さが変わる部屋。運が悪いけど俺の動きの方が悪いのでトントンでしたね。トントンとかないけど。大丈夫かな。本当に下手だ。
バランスでしょ、多分。生きてんのやだな。ハイジャンプを先に取る。別に後に取ったって構わない。いやー、これはプラスですね、確実に。エグ、ありがとうございます。どうなったの。あ、ビッグオブさん、ハロー。センチフォードレイト。プラスヒット。ビッグオブさん、ロングライブのレジスタンス、レリー。ビッグオブさん、Thank you。あ、びっくりした。フォローしてるわ、もう。Thank you。あ、Thank you for following。何やってらっしゃるんだろう。わあ。最悪だよ。Thank you. Thank you. This is my third run. So it may terrible for you to watch.Please. Do not hesitate to comment something. What the? だから一巻もクソだな。何なんだよ、だからマジで。同じじゃんね、これ。俺やりたくなかった。あの、周りの、回るさ。はい、あがって、あがって。Good night, ビッグオムさん。これ2回落ちたらやり直しますね。1からまた。あ、終わり。こんなレ、あ、あの、何回もリセットするようなゲームじゃねえと思うんだよな。
ラッキー。マジで汗かく。全然クリアできないこれ。昨日何だったんだマジで。投資練習しないとダメなんだこれの本当に。グッドラックというかグッドスキルフォードランスですねこの場合は。これだけやっててさ、第2部とかかなり難しいからさ、この辺綺麗。ショートジャンプかな。あんまり長くジャンプ、ハイジャンプしないで動くといいかもしれないですね、あそこは。難しいね、ここの判断。本当に、ほんまに。してんだけど、まあ分かるけど、ここが乱数か。そういえば先のところ乱数ですね、一応。どう出てくるかがね、ランスナーですよ、あいつ。結構やばいよね。2回とか走れればいいなとか思ってるけどさ、難しいわ。こんだけ安定しないと。
何もできてない。久々にミスったな、さっき。リケさん、応援ありがとうございます。あ、やってねえわ、あれ。やりそびれてます、すいません。思い出した、リケさんの名前で思い出した。売れるならそれでいいよ。ゾトギスだわ、そんなの。もちもちですあまりにも欲しがってたから、欲しいのかなって。フレイリーの正面の顔ないっすねめっちゃ笑っちゃったけど、正面の顔めっちゃない。写真めちゃくちゃいいけど、フレイリーの正面の顔全くないのがかなり面白い。全部こう横から見てる顔だから無理かもしれん、本当に。認知してやるので、ディープフェイクって。山猫さん、こんばんは。ディープキャット。このゲーム、クリアできたらいいんですけど、今ちょっとかなり苦戦してまして、こっち見てくれんかった。悲しい。ちょっとクリアできてないですね。もう賭け終わっちゃったか。偶数か奇数かみたいなね、賭けやってたんですけど。すいませんね。とも決まったようで楽しみですね。2月の最後の方に楽しいね、情報番組がたくさん出てくるということで嬉しいですね。この投げ、やってみるか、とりあえず。ホバルか、いつかやると思ってたけど、今日やるとは思わなかった。ゼロケさん、こんばんは。個人的には第2世代の VC を。あー、いいですね、それは。これラストなんだよね。さっきの超人像は避けられるんで、完全にロスしました。があるのか。第2世代の VC、そう、僕ね、金銀やったことないんですよ。
ポケモン皆さん何やったことあります？ルビーサファイアからやってみて、大時代に、はいはいはい、そうっすね。これは確かに、第一世代はさ、一応 3DS でできるけど、 3DS ってそもそもキャプチャーしづらいし、そうですよね。ジャンプしなければあれは一段でいけるかな。そこゼロケンさんにこのゲーム RT しないって言い切ってたのに結局してるわ。覚えりゃ魅力なのかもしれないな。さすがにムービー見たらフラスクは30秒ぐらいやっぱりつくか。あそこのムービーね、見ちゃいけないんですよね。あのアイスビーム撮った後の超像像が、超人像があるんですけど、あそこは撮っちゃうと良くなくて。動きマジで悪い。疲れが顕著に出るゲームな気がするこれ。サードパーティーダイレクトも結構楽しみですね。やばいやばい、これまた体力ないじゃん。やっぱりやってくか。やばいっすね。結局メトロイドプライムの情報とか来るんだな。ようやくリドリーと戦える気がする、今日。うん、早くやってほしい。普通にしゃがんだ方がいいな、こういう時。早いわ、これ。この動きで来たら結構美味しいんだけど。
っとうるさいかも。フュージョンより遅く、うるさくないですかこいつ。全然入ってなかったっす。すみません、すみません。ダメだ、スミス全然入ってなかった。大丈夫かこれ。スミスめっちゃ入ってくる。こういうのむずいよな。ジャンプもっとしっかりして。リドリーね、死なないところでしたね。スーパーミサイルせっかく2個取ってるのに意味のないことしてましたんで。前でないといけないんだね、あそこは。死なないのは確かに俺も危惧しましたが、なんとかなりましたね。本当にね、怖かった。通り道にいる。危ねえ。この敵いたっけ。通り道があると、鼻めっちゃこすっちゃう。下手くそすぎる俺ここ。あんま倒せた覚えないよこいつら。しっかり。出てきたらちょうど B 押すでいいんだけど、ちょうどさ。死ぬぞ、下手したら。死ぬぞ。やだなここ、なんで嫌い。シットワームスキップですね。もう終わり、やばいよこれ。この時点でフォースを踏み切りできない。嘘だろ、マジか。ここできないんだよな。
早すぎた。マジでここ辛い。成功するのはまあいいわ、普通に。マジでここつらいわ。これすぐにつくというか、マイナスぐらいか。でもマイナスじゃないや、プラマイなし、なしだよ多分。なんかミスってるんで、ここ。大丈夫これ平気ヤバですけど、平気。強い気がするこいつ。強くなかった。まあまあまあ。どうでした。スピムゲット。スピムを見せてるな君。いる、これで。いけたわ。すごいね。もう知ったよな、君。高すぎんじゃないか？大丈夫それ。いける？レードアウト。ありがとうございます。元に戻りました、おかげさまで。おそらく ビームを狙ってツーリアンに行くと。ツーリアンで死んだら楽しいねという感じなんだけど。うわー、マジか。帰ってきた。顔色いいでしょ、俺。ログビーム取ります。危ないんで。でも来週か、ポケモンダイレクト。ニンテンドーダイレクトは、明日の11時楽しみですね。失敗しました。
これむずいな。カメラゲーすぐ止まるな。おお。よし。うん、いいじゃん。ビビるぜ、それ。うん、いいじゃん。何それ。うん、忘れるわ、とか。何それ。これ運良くない？何これ？運めっちゃいいんだけど。ビッグアップっすねこれ。びっくり。びっくりビッグアップだ。びっくりテクスチャーだ。50ぐらいまでいったら、そうかな。ひそかのさ、キャラカフェができるって噂。興奮しちゃうじゃないかという感じなんですけど。今のところで無理をせず。やばいですね。ああ、やばいやばい。やった。痛い痛い痛い。死ぬ死ぬ死ぬマジで。ピックアップでしょうか、これは。ピックアップじゃない気がする大丈夫かな。相当だったな。マザブレイツ、マザブレイマジ強いんだよな、こいつ。ジャンプしないように。
活リンカマジで強いっすよ。ジジイとは メカリドリーもやってると分かるけど、ある程度読めるっちゃ読めるんだよな。このゲームほんとむずいわ、単純にむずい。ゲームがからしっかりストレッチをするようにしようかな。お風呂に入って体を休めて。綺麗だよな、このムービーも。ナイスする。念のためセーブを多くします。垂直ジャンプはいいんですよ、高度が取れるから。ここでセーブが入って、怖いんだここ本当に。次のセーブとかで大丈夫かなと思ってセーブ一つ消してます。かがむときに自打つと省略できるんですわ。次の部屋があって、その次の部屋でこれをやるという感じですね。絶対忘れる、ここ
つ覚えたら次は何かを忘れるというのが生き物の差がというものですかね。でそろそろアライアンスアライブじゃない、レジェンドブレガシーって HD 版出たんかな、今週間以外でも。うまくいくとここね、すんなりいけるんすな。レジェンドブレガシーまたやりたいんだけどね。ジャンプがね、むずい。もう次とかでやられることあるのかな。あるか。軍神の前ででもセーブあるから。あるんだよね、ここね。死んだぞ、お仲間が。危ねえ。チーム入ります。ゲームのシーン、チームでこういうシーンがあったんですよね。時間かかるの多分大丈夫でした。セーブしとくよ。彫像 大軍曹とかって名前だっけ。彫像、彫像のあの 鏡持ってるやつ、うつね、このゆるキャラみたいな鳥がいるやつ。CM 好き。CM の人なんか今、宮城県石巻市にいて、市議になろうとしてたらしいんですけどね。あの、木下さんだっけっていう、なんか、アイドルの方、グラビアアイドルだかわからないけど。滑らか。ゼロミのサブスはバタ、あんまりバタ臭くない。マナさんこんばんは。で、出てくると思った。ドキドキした。落ちたらできるか。多分ゴールドではない。切るタイミングも多分ね、間違ってるね。
け。で、スミスをね、取るっていうのもできるんだけど、どっちがいいのか分からないね。サポートしてくれる。ああ、安いよね。2個ぐらい先に行くと、これ上か。ここにアトミックがいるんだ、この部屋に。関わりたくない、こいつ。これ先か。先に蝶々がいるから、先か。黒いのがいいんだろう。そうそうそう、先に行って セーブする。頑張るぞ、ラスト。
無理やられた感じだな、これは。多分死ぬなよとは知らないで。一人生き残った忍者の岩処理いやーきついのよ、あれあれね、あれじゃなくてきついのよ本当に。エアパターンですね。熊野さん GG ありがとうございます。菅原さん岩処理ありがとうございます。ケンネクさん GG ありがとうございます。キャメルさん GG ありがとうございます。水ズゴロさんも GG ありがとうございます。今日はね、小羽さん GG ありがとうございます。いつも野屋さんとこでお世話になってます。ゼロミに走れるようになったんですけど、マジで思い込むね。ルビエさんお疲れ、お疲れ様でしたね。ジジありがとうございます。きっついこのゲーム。あ、フォローありがとうございます。ハッカソン出すかこれ。目下の目標をサブ49とかにしてさ、出したら、それはそれでまあ面白いんじゃないか。ゼロケンさんとジークさんには、ハッカソン出さない、このゲームもう二度とやらないって言ってたんだけど、それぐらいな、気が狂って言った方がいい気がしてきたわ。いいです、ハッカソンやりましょう。キャメルさん、あ、山猫さんありがとうございます、GG。あっつー、マジで。全身汗だ、全身汗人間の汗汗の身の出すか、ハッカソン二度とやらばこんなすげえボーイ握ってさ多分だけどさ、
あの僕なんかまだまだその TA 勢でもないしあれですけど、デロケンさんそんなことも結構多いんじゃないのって思ったりしますけど、どうなんでしょう。二度とやるか。すしかもこれですよ、コントローラー投げらんないよ、こんなの。これ投げちゃあかんって、本当に。あ、そうそう、あの友達がね、あのちょっとここにレイドしたいんだけど、あの写真撮ったはいいものの別にネットに投げるまでもないなみたいな、あのゴミ箱の底でくすぶってる写真を上げる企画今日やってるんで、もしよかったら皆さん参加してみてください。僕も2枚撮ってます。で僕のなんか結構ね割と赤裸々にボコボコにされたりはするけど、俺のが本当にセンスないからボコボコにされるんだけど、運ゲーならない。なるほど。そう、つかね、厳しいのがこのゲームあれなんですよ、自分の実力なんですよね、あれがないので。なんだあれがない、乱数があんまないので。有力を36いきましたね、インゲームタイム。そうかもしれない。39。ね、今やってた賭けが、これの小数点第2位なんで、小数点っていうか、一桁かな、一桁。あ、でもこれ、小数点第2位でも一桁目でも奇数だな。RNG ない。あるとしたらなんかボムのところらへんなんですけど。そう、いいんだけど、ただ僕は、ガチガチにそういうのやるゲームってなるとかなりきついですね。気持ちがね。これからだんだん減らしていこうよって感じではあるんだけど、クリアできるだけでも嬉しいかな。かなり死ぬんだな、俺の安定したルートでも。投げると壁に穴開きますね。このゲームパッドを壊してる人もいるし、壁を壊してる人もいる。なるほどね。ということで今日は奇数ですね。おっと、おめでとうございます。誰勝ったの。フルタネさんおめでとうございますですね。しずかさん、とんまいさん、きゅういちさん、デザリンさん、グッジョブ。みかえさんとスーさん、すいません、キャンブルはたまんねえぜ。もう一回やりますか。じゃあそれしたら俺の体温やる。洗脳ギャンブルで洗脳されてる男がいます。俺の体温測ります。右と左どっちがいい。あ、またクレコ。あ、へえ、そんなんあるんだ。右脇とね、左脇で温度違うんすよ。ビビるよね。あ、またクレコ、あるんだ。おー。おー。ID 割り振られんのね。これでさ、公式でやってたんすよね。あの、タイムアタック。こっちの方がいいかな。32分48で入ってるね。うん。やっぱそれぐらいなんで、4分ぐらいかかるんだね、あれ。電波のとこ、いや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 。しかも安定したところにかけてないか。あ、クリアしたら出てくるんだ。このね、あの、ボムのところに乱数があるんですよ。あ、そう、一応あの、僕のディスコードアイコン、友達だったり、僕のサーバーだったり入ってる人はわかると思うんですけど、あの、クリミアさんに抱きしめられてる、あの、映像、画像なんで、それをどうかしようっていう話ですね。音違うな、やっぱり。ちょっと乱数のとこまでやってみようと。さ、いやでもさ、49入れたぞ、あれ。よくよく考えたら。この超人像に握られるっていうパターンがあるんですけど、そこをね、一つ飛ばせるところがあるんですよ、ボムジャンプで。そこ今回や、あの、失敗してるんで、プラス30秒ぐらいついてるんだよね。
で、なんか、マザーブレインのランス良かったんだ。マザーブレインのランス良かったから、出るとも限らないわ。マザーブレインのところで、スーパーミサイルがめちゃくちゃランスいいと、めちゃくちゃ巻くんですよね、このゲーム。ジャンプが難しい。ちょうど、チルアウトが切れてるから今日は。チルできないわ。チルする？ディスコードよかったら参加してみてください。くだらないこと話してます。あと、知性っていうね、シューマイくんみたいなボットがいまして、それと話せるんで、おしゃべりしたい方はぜひ、入ってみてね。入ってみてね。それ、ケンタ食堂の LINE スタンプを買ってしまったわ。ジャンプはすればするだけロスなのがメトロイドなんですわな。ショートがいいよ。ここはミニジャンプというか、ショートジャンプして、ショートジャンプして壁キックをするのが多分安定するかな、個人的には。皆さん、ほどでもない写真始まりましたね。集合主義くんのページが始まったんで、そろそろライドしようかなと思いますけど、体温測ったら。送りましたか？ほどでもない写真は。次あたりでね、いるんだわ。乱数の敵が。ジミムズポイント、ここ。そこのブロックをね、綺麗に。消せないんだよな。マジっすか。ここですね。ここの敵がね、乱数でして。セーブしとくか、これ。 100% とかやっとくと多分楽だと思うんだよな、このゲーム。100はでも楽ではないか。乱数ってどこで変わってるかわかんないけど、とりあえず、やってみますね。出てくるタイミングとか、位置とかが、あれ、もうすでに出てる。乱数なんですよ。最後の方に出てきたじゃないか、さっきのやつ。あ、ほらほら、最後に出てきた。全部開けないといけないんだけど、これは乱数です。で、ちょっと、乱数変わるかな、これで。やってみますね。外に出てたら、もうわかんない。ほらほら、もう外出てないし。全然早いでしょ、さっきより。これ乱数です。何個かあと敵の配置とかもあって、それも乱数だっけかな？なんか、敵の配置によっては、火ダメ覚悟しないといけないところとかあったりする。すぐ出てもこんなに違う。ほら、最後に出てきた。ああいうやついるとダメなんだわ。スーさん、DJありがとうございます。乱数をちょっと説明してました。ああいう乱数はあります。あれぐらいだと思う、でも。よし、じゃあ、体温測って上がるか。一周だけでしたか。あと、スミスドロップ。そうだ、スミスドロップだ。ありがとうございます。スーパーミサイルが出るかどうかっていうのがめちゃくちゃ乱数でした。めちゃくちゃ忘れてた。それが一番でかいわ。乱数あるわ、このゲーム。
ラッセンのおかげで今回あの1分半巻いてるんでね、僕。そういうことで。やりますか。右で行くね。左で行く？左行くか。おお。このゲーム、オリジナルメトロイドが最後できるからいいわ。右の方が良かったな、これ。出したか。マジで熱いけど。3番出たら、取り直します。左だよ、俺。見えます？これ。デジタルって逆になると分かんねえよな。あ、ちゃんと逆じゃないか、これ。やっぱこんなゲームやっちゃあかんのよ。元祖地獄のミサイル補給ゲーム。そうですね。こんなゲームやっちゃあかん。もう頭ダメになる、こんな。頭ダメなる。頭ダメなる。あかん、あかん。あかん、あかん。のやすおめでとうございます。配信終わってる？お疲れ様です。あかんで、こんなゲームやっちゃ。やっぱラッキーセーブなんだよな。のやさん、これ、一人だよ。配信お疲れ様です。何倍？4万もらっとるけど。マジか。ほんだらば、まあ、ドレッドは引退します。ええなんでドレッドダメでした？よし、じゃあ、レイドします。今日は、守護主義行くんです。ああ、ワールドレコード取り返したの？あ、そうなの？今日はね、913、ビッグオムさん、お疲れ様でした。無理です。無理だったようです。じゃあ、守護主義くん、僕の友達です。ラジオやってます。今からでも会えるんかな？ほどでもない写真ってのやってますんで、ぜひぜひ入れてみていただければと思いますので。では。いや、まあ、日々出たのはよかったけど。お疲れ様でした。明日はインドネシアかな。やばい写真やってるのよ。じゃあありがとうございました。またね。 I will reading this channel to the 守護主義 my friends the who is now talking in his radio web radio and sit photos about sit photos today's topicLet's enjoy his channel. では、パイプ。お疲れ様でした。